レトログレードアプローチでは、マイクロカテーテルを速攻結構路を通して、病変部、遠位部に導く必要があります。このモデルでは、民間動脈の完全閉塞病変ですので、前化光子の中核子を利用して、マイクロカテーテルを病変、遠移部に導きます。この場合、実際には投資方向が非常に大事になりますので、それは臨床の現場で習得していただければと思います。 このようにワイヤーを中核子を越えて両辺変異部に導いていただいてここからレトログレードのアプローチが開始されますレトロからアンテグレードのワイヤーをマーカーにワイヤーを挿入していくとキームの血管系は比較的太い場合が多いのでアンテグレードよりレトロの方が真空内にワイヤーを導くチャンスが多くなります レトログレードワイヤーを目印に、アンテグレードからワイヤーをもう一度病変塩部へ抜き出すことも可能になります。これをキッシングワイヤーテクニックと称します。ワイヤーがどうしても病変を通過しない場合には、病変内でバルーンを解体してスペースを作り、そこへワイヤーを導く方法があります。これをカートテクニックと称します。ここではレトロからのアプローチのワイヤーが、 近畿部に抜けない場合を想定して、近畿部から入ったアンテグレードのワイヤーにバルーンを乗せて、病変部を解体するリバースカードの方法を示します。病変の近畿部をバルーンで解体することによって、ここへレトロからのワイヤーの導きが簡単になるように出します。 で CTO 病変内にかなりのスペースができたのでレトロからのワイヤーをそこに導くことが容易になりますリバースカートをしておけば病変近異部から病変内にかけて大きなスペースができていますのでレトログレードのワイヤーを容易に病変近異部に導くことが可能になりますここの後 アンテグレードアプローチのガイド過程にワイヤーを導きますレトロからのワイヤーをアンテグレードのガイディングカテーテルの中でバルーンを解体することによりトラッピングを行いレトロからのマイクロカテーテルをトラッピングの力を利用して ガイディングカテーテルの中まで導きます。